雨が降ってる。傘持ってきてないな。どうしよう。そんなあなたにこちら。うわ、全身を雨から守れる最強のレインコートです。おお。でこれ全身タイツですよね。雨の日は靴まで濡れちゃったりして心も憂鬱になっちゃいませんか。まあ靴下とか濡れたら最悪な気分になりますけど。しかしこちらの商品はしっかり雨を弾く優れもので、服も体も靴も絶対に濡れることはありません。いや、そんな格好で歩くなら濡れた方がマシです。今なら 20% 引き。結構です。そんなあなたにこちら。今度は何ですか。動く犬小屋です。は？雨の日絶対に乗れたくないですよね。そんな時これさえあれば大丈夫。移動の時も犬小屋に入っていれば絶対に乗れません。意味がよくわからないんですけど。なんとこちら目的地を設定していれば勝手に向かってくれる機能付き。そしてこちらのコントローラーでも操作可能なので小回りも効きます。無駄にハイテクなのが腹立ちますね。お買い上げありがとうございます。買わないです。僕は自分で歩きますから。そんなあなたにこちら。はいはい、どうせ来ると思ってましたよ。なんとこちらの商品、大きいバナナの皮を傘にしたこのように一つしかない一品です。ずいぶん大きなバナナですね。僕が愛情を込めて育てました。バナナの皮の形状的に傘には向いてないと思うんですけど。おっしゃる通りです。こちらの傘、見た目重視でして雨から体を守ることにはあまり向いてません。帰れ。バラー。もういいです。僕コンビニで傘買うので。全身レインコート。歩く犬小屋。巨大バナナ傘。いらないです。もうついてこないでください。まったく変な人たちに絡まれて最悪でした。早く傘買って帰ろう。って流行ってる。おかしい。絶対におかしい。あんなダサい商品を買う人がいるわけ。え、僕のセンスがおかしいんですか。いやでも絶対あんな商品、いやそもそもあのバナナは世界に一つしかないとか言ってたのに。いやそこじゃなくて、あのやっぱりさっきの商品買うことってできますか。マイマイ。僕ってセンス悪いのかなと不安になったルートなのでした。いやーちょろかったな。ちょろかったね。チョロルート。誰がチョロルートですか。